どうも、全力投資です。今日も資産公開やっていきたいと思います。まず、本日の日本株の振り返りからですが、本日の日経平均は何とも言えない値動きだったかなと、個人的にはそんな印象でした。1日の値動きを見ると、ほとんど値幅がなくって、昨日よりも高い水準で始まって、昨日よりも高い水準で終わっていると、こういうことにはなっているんですけれども、 値幅で200円ないぐらいでずっと動いていますから、本当に動きのない1日だったなと、そんな感じですね。ただ、5番に入ってからはじりじりと値を下げていったというところでしたので、あんまり雰囲気的には良くなかったかなと思います。そんなわけで、引け値が32,238円ということで、昨日に比べてプラス178円ですね。値上がり率で言うと、プラス0.56%ということで、 昨日の下げは半分も取り戻せていないという状況にはなるんですけれども、今日はなんとか反発といった一日だったかなと思います。次にトピックスですが、こちらに関しても日経平均と同じような値動きではあるんですけれども、今日の値幅としてはだいぶ小さなレンジの中で動いていたかなと思います。 ただ、こちらも日経平均と同じで5ばじりじりと下げてくるような展開でしたので、日本株全体としてあまり強さはない1日だった。そんな感じですね。そんな結果、本日の終値で2290ポイント、昨日に比べるとプラス9.42%上昇で、値上がり率は0.14%となっていますから、日経平均とトピックスを比べると、ややトピックスの方が弱い、日経平均の方が強い。そんな1日だったかなと思います。 昨日は日経平均の方がだいぶ大きく下げていましたので、今日の戻りに関しては日経平均の方が力強いといえば力強かったかなと、そんな感じではありますが、ここ数日を見るとやっぱりトピックスの方が強いと、そんな感じかと思います。私のポートフォリオは本日0.43%上昇していますので、指数で言うとトピックスには勝っている、日経平均には負けている、そんな感じですね。 ただ、昨日に関してはトピックス日経平均どちらよりも値下がり率小さかったので、ここ数日は指数にアウトパフォームしているということになっていますので、私個人的にはここ数日の値動きっていうのは、まあまあ満足できる内容かなと思ってます。そんな結果、本日の試算状況どうなったかというと、昨日に比べてプラス113,032円本日は増えているということで、楽天証券で保有している試算額が 2 7 2 5 0 2 2円ということになっています。日本株自体はそこそこ値上がりというところではあったんですけれども、昨日のアメリカがかなり強かったので、私アメリカ株も一部持ってるんですけれども、半導体株を中心にかなり強い値動きをアメリカの方ではしていたので、アメリカ株が割と資産を押し上げてくれたと、そんな状況になっています。個別の日本株の値動き見ていきますが、 コムシス、今日は高いですね。で、積水ハウスが弱いということになってます。ダイダン JC リクルートメントあたりは高いですね。あと、アルトナーが高くて、ワールドホールディングスは売られてますね。決算があんまり交換されていないということかと思うんですけれども、ワールドホールディングス、ここ数日ずっと弱いですね。はい。で、次にエレマテックも高い。東京エレクトロンデバイスに関しては、昨日のアメリカ株が半導体関連割と強かったということで、 エレクトロンデバイス、今日は大きく上昇ということになっています。ただ、1万円は回復してこれないと。こんな感じですね。はい。で、その他だと、ヒューリックは安い。クラレも安いですね。クラレは決算が良かったので、ここ数日ずっと値上がりしてたんですけれども、今日に関しては値下がりしてますね。で、その他だと、SRA ホールディングス、このあたりは業績硬いんで、まあまあ値上がってますね。あと、電化も売られた反動で、ここ数日は割と強いということになってます。 あとは J タワーがですね、今日はめちゃくちゃ弱くて7000円割れてきちゃったんですけれども、やっぱり利上げの影響ですね。この辺のグロース銘柄は、やっぱり利上げの影響を受けてるかなと思います。J タワーがグロースなのかって言われると、まあグロースなんですけれども、グロース市場にある意味はちょっとよくわかんないですよね。時価総額とかめちゃくちゃ高いんでね、プライムに行ってもいいんじゃないかなと個人的には思ってますけれども、グロース市場の J タワーは安いと。 その他はアルプス技研安い。山田コンサルティンググループ今日高いですね。はい。で、その他は日本特殊陶業引き続き強い。日本製鉄も強い。うん、なるほど。SWCC とか ARE ホールディングスとかこのあたりの中古型は安いですね。で、あと三話も引き続き強いですね。DMG 森製機も強いですし、小松製作所も強いと。iPhone も強くて、今日もコプロホールディングスが強かったんですよ。 日中は確か全場5%を超えるような上げ幅を記録していたところもあるんですけれども、今日5場は若干売られて4、4%上昇ぐらいで収まってはいるんですけれども、コプロ引き続き強いですね。あとその他は東京精密。ここも半導体関連ですけれども強いと。で、昨日決算発表があったクレステック。ここは決算が交換されて今日上がってましたね。 決算の当日に決算またぎを回避するような売りがかなり出たんですけれども、そのうち半分ぐらいは今日で取り戻せたかなと思います。なので、クレステック、昨日は含み損になっていましたが、今日は含み益に戻ってきてますね。はい。で、その他宝、タカラカンパニーも強いと。伊藤中、今日強かったですね。1%超える値上がりしてますね。あとは、金松、稲葉田産業、伊藤中 NX。伊藤中 NX もめちゃくちゃ強いですね。 うん、で、金融セクターも今日は強くて、NEC キャピタルソリューションも強いですね。その他だと、スカパーは売られてますね。スカパーも決算良かったんで、めちゃくちゃ株価跳ねたんですけどね。今日は売られてますね。あとは NTT が売られてて、ソフトバンクは強いと。通信関連はまちまちですね、うん。なるほど。その他だと、クレオは弱くて、ヤマダホールディングスは今日は下がってると。はい、こんな感じの値動きですね。 なので今日の MVP はおそらくコプロになるかなと思います。コプロ、コプロ、コプロありましたね。本日90円高ということで、コプロホールディングス決算どう評価されるんだろうなーってかなり不安だったんですけれども、しっかり上げてますね。この辺は良かったかなと思います。買い値からだいーセい30%ぐらいは値上がりしてますかね。買い取り回りもいいんでね。このあたりはやっぱり調子いいですね。 はい。まあ、そんな感じになっていまして、先ほど数えたら、持ち株のうち35名柄ぐらい上昇していましたので、持ち株の値上がり率で言うと、だいたい60%ぐらいの日本株が値上がりしていると、私のポートフォリオはこんな感じでした。日本相場全体を見ても、だいたい50%から60%、60%弱ですかね、値上がりしてて31、31%ぐらいが値下がりしてたと思いますので、 高いところと安いところといろいろ出てますけれども、全体的に買われた、そんな一日になっているかなと思います。次に私の保有している楽天証券以外の銀行に預けている現金とかも含めた総資産額ですが、こちらが本日3105万5676円ということになりました。めでたく3100万円に回復してきたということで、 昨日は3100万円割り込んでしまってたんですけれども、今日は3100万円ちゃんと超えてきましたね。はい。なかなかこのあたりの水準でずっと行ったり来たりをしてるんですけれども、早く3200万円台に向かって行ってくれないかなと、そんなことを日々期待していると、こういう状況になっています。 はい。で、今日は私の持ち株、一社も決算発表がなかったということで、割と落ち着いた一日ではあったんですけれども、今日このままだと特に話すことがないので、今日はですね、先日家に届いていたタカラカンパニーの株主優待、こちらを動画の中で選んでいこうと思います。で、タカラカンパニーなんですけれども、こちらは主に IR とかを手掛けているような、IR 関連のサービスを手掛けているような、そういう会社ですね。 で、今の株価で2292円で、時価総額が301億円となってますので、そこまで大きな銘柄ではないんですけれども、割と高配当株の中では人気の銘柄かなと思います。配当利回り、今現時点で3.49%ということになっていまして、私が買った時は配当利回り4%を超えてたと思うんですけれども、今は配当利回りだいぶ低くなってきてますね。 はい。で、タカラカンパニーが5月期の決算ということで、配当金の確定日が5月31日だったと思うんですけれども、そのタイミングで優待の権利も確定しているということで、ちょうど1週間ぐらい前ですかね、株主優待のお知らせが来ていまして、で、それをめんどくさくって注文していなかったんですけれども、今日注文していこうかなと、そんな風に思ってます。 で、タカラカンパニーに関しては、今回の5月31日で権利確定をした株主優待が、 最終回ということで、こちらがね、めちゃくちゃ惜しいんですけれども、残念ながら今回が株主優体最後ということになりますので、この動画を見てタカランドカンパニーの株主優体いいなと思って買おうとしても、来年からは株主優体ないということになりますので、この点は注意をしていただければと思うんですが、最近株主優体の廃止をする銘柄って結構増えてますよね。で、タカランドカンパニーに関しても、今回株主優体廃止するんですけれども、 こちらの会社は2003年から株主優待を導入して2006年に一度バージョンアップをして2023年まで続けてきたんですけれども株主に対する利益還元という観点から配当金によってすべての株主へ直接的な利益還元を実施することがより適切であると判断し株主優待を廃止することにいたしましたとこういうふうに会社側は言っているわけですね なので宝、宝カンパニーは利益のうち配当成功40%を目安に配当金を支払っていきますよというふうに言っているんですけれども、今後株主優待がなくなることで配当金の増配っていうのが期待できるんじゃないかなと、個人的にはそんなふうに思っています。ただ、配当金じゃなくって株主優待ってなんかお歳暮みたいな感じで届くので、これはこれでね、結構嬉しいんですよ。 で、今回宝、タカランドカンパニーからいただいた株主優待が、選べる寄付と1500円相当のコースということで、持ち株の枚数とか保有期間に応じて株主優待がどんどん豪華になっていく、そんな株主優待をタカランドカンパニーでは導入しているんですけれども、私は株主の期間もそんなに長くなくって、100株しか持ってないということで、私が選べるのは今回1500円相当の一番しょぼいコースですね。で、この中から選んでいこうと思うのですが、 宝カランドカンパニーですね。私も今回初めて株主集体もらって、今回が最初で最後ということになるんですけれども、選べる商品がめっちゃ少ないんですよ。で、左上から順番に、まずお米ですね。山形県産のお米 2kg。これはね、きっと多分美味しいお米じゃないかなと思いますけれども、まずお米があって、次に洗剤、食器用洗剤ですね。このあたりはもらって困る人いないので、まあ、選ぶ人いるんじゃないかなと思います。 で、あとは、プラスチック容器。これは誰か欲しいのかな買おうかなと思っている人は、この辺選んだりするんでしょうね。で、釜田醤油、だし醤油の 200ml3 個セットということで、醤油もね、あったら絶対使うんで、この辺りも選ぶ人結構多いんじゃないですかね。で、その他は、日清ヘルシーオイル、サラダ油ですね。この辺りも、普段家で揚げ物する人とかは結構嬉しい。 なので、主婦の方とかは、この辺結構嬉しいんじゃないですかね。で、名古屋味合わせということで、これは何が入ってるんだろう。多分、味噌のうどん、味噌鍋、ん味噌鍋、ん鍋焼きうどんですか。で、あとは、キシメンなので、名古屋名物がセットになっているものとか、その他、社会貢献活動団体への寄付。で、あと、選べるペイで、1200円相当ということで、 株主優待の中身自体は1500円相当なんですけれども、選べるペイで株主優待をもらう場合は1200円相当になってしまうと、こんな感じになってます。 で、この中で皆さんだったら何選ぶんですかね株主優待を選ぶときに何を基準に選ぶのかっていうのは人によって結構意見が分かれると思うんですけれども私は結構いやらしいタイプなのでここに並んでいる商品を一つ一つ値段を調べちゃうんですね。で、基本的にはコスパが一番高いものを選ぼうと思っているんですけれどもこの中で見た感じだとどうも顔のキュキュットセットとかこのあたりがネットとかだったら1600円ぐらいで出てたので 多分、食器用洗剤あたりが結構コスパ高いんじゃないかなと、そんな風には思ってるんですね。ただ、食器用洗剤って家の近所に松木用があるんですけれども、そこに行ったら松木オリジナルとかでめっちゃ安く売ってるんで、まあ、ぶっちゃけここでキュキュッと買わなくていいでしょうと。まあ、こういうことなので、私が選ぶのは、選べるギフト1200円分ですね。1500円相当のコースで、 1200円分のポイントがもらえるみたいな感じになるんですけれども、これを選ぶと1500円相当で1200円分しかもらえないので、300円損じゃないかって思うんですけれども、ここで1200円相当のポイントをもらって、1200円をお小遣いから次の株の購入に充てる資金にしていくということで、私は今回選べるペイをタカランカンパニーからいただきたいなと、そんな風に思います。ということで、私は今回タカランカンパニーの株主優待で最初です。 最後になりますけれども、選べるペイ1200円相当をいただきます。こんな感じで株主集体を導入している銘柄って私もそこまで多く持ってないんですけれども、やっぱりもらえるものはいただけたら嬉しいということですので、今後も株主集体ね、楽しく選んでいきたいなと思います。以上。